はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイージーです。では今回は、ニーズゼロポリスの168日目プレイしていきたいと思います。まずは動物保護施設でベッド不足ですね。食肉処理場の検疫で狂牛病の噂。子供は良いことより悪いことを覚えやすいとの研究結果。まあ、これはなんとなくわかりますね。なんか悪いことの方が強く思い出としても残りやすくないですか？まあ、悲しいは悲しいですけどね。ドレッダウェイは酔っ払ってるな。酔っ払ってると事故で死ぬからな。ベイカーも。大城はダメ。働いてくれ。申し訳ないが。ちょっとね、理由が微妙なものに関してはもう却下していきましょう。休みたいならちょっと頭を使ってやってくれないとさ。で、予算削減か空きスロットを使うしかないな、そうなると。襲撃の方が来てるな。5人も出さなきゃいけないの？数年前に池の管理人として働いてたが、酒が原因で解雇。さて、人質事件ですね。連射式ショットガンと狩猟用ナイフを持った男がトラストバーク保険会社のオフィスに乗り込んできた。男はオフィスの片隅に座ると警察は呼びを要求。保険会社の重役が通報してきた。もしあの男が誰かに怪我をさせたら、その医療費の支払いで私たちが破産してしまう。こんなのは保険適用外なんだから、と電話口で嘆いたと。じゃあここはブラードに沼田に行ってもらおう。この二人は。一応ね、視聴側の人間ですけどね。今日は地球温暖化のくだらない問題に取り組むのに、市が古紙とペットボトルを回収するだ、ゴミの分別を手伝ったら毎日の場合に対処するため3人の男手が必要。なるほど。じゃあ下から3人男を派遣しよう。これ以上警官減らされるわけにいかないからな。もしくは労働組合に駆け込んで、視聴者からの急ぎの仕事をなくしてもらうか。4万5千ドル。迷うな。さあ、迷惑行為ですね。ゆったりとした白い服を着たひげの男は、自分がイエス・キリストだと自己紹介しながら教会に入ってきた。なるほど。そして服をまくり上げると、皆のいる前で大声で笑いながらペニスを露出。年配の神父に退場するよう命令されると暴れて教会を破壊し始めた。神父のバーナード・ジャックスはこの男が悪霊に取り憑かれていないか確認しようとしたが、詳しいことはわからない。この一連の出来事で心臓疾患になった神父は過激なストレスによって倒れてしまい呼吸をしていないようだ。半裸状態の男はまだ狂ったように暴れている。半裸か。ここはじゃあ男2人に行って取り押さえてもらおう。で、襲撃の方がどうなってるかというと、まずはアンジェラ・ペイン元管理人ですね。私が辞める前の1ヶ月ほど、ロジャーズは窓清掃人のクレーンが自分の窓の目の前にあることにひどく腹を立てていました。まるで心臓発作でも起こしそうな勢いでしたよ。あいつが武器でも持ってたらどうするんだ。狙われたら逃げ場がないぞ。屋根に登りたいやつは俺の正式な承認を取ってからにしろ。で、大声で怒鳴っていました。それでオフィスを別ウィングに移すよう話を進めていたようなんですが、急に気が変わったんです。どうやら自分の窓から直接法廷が覗けるのが気に入ったようで、なぜ法廷なんか覗きたいんでしょうねと。窓清掃人がいるっていうことね。ちなみに窓清掃人はどこにいるかっていうと、法廷側にいるっていうことは、やっぱり法廷側に狙撃を配置しておくっていうのはいいってことだよね。あとは問題はね、チームリーダーをどこに配置するかなんだよな。チームリーダーは一応この分かりやすいところに配置しとこう。で、突撃、狙撃要員は何？2人は無理？いけるじゃん。全然いけるじゃん。ミュージアムにも派遣する？で、侵入隊員はいろんなところから侵入させようよ。狙撃隊員はさらに派遣可能？
適材適所とは言いつつ、一旦こういう配置にしておこう。レッグブレイク保険会社の人質事件ですね。じゃあここはスペインを追加で派遣しておくか。いや、ブラードと沼田だったら2人で何とかしてくれ。スワットチームも出してるしね。では職権乱用問題です。間見いるアクタガノフは彼の家が火事になった時に消防署と連絡がつかなかったこと、苦情を申し立てている。6回も電話したんだぞ。最初に電話に出てたと口ごもっていたが、その後に失礼な男が電話口に出ると家に帰って燃えてしまえと言ってきたんだ。私は消防署の隊長を務めているマイケル・ブッテの元妻と婚約したばかりだが、その隊長は彼女とよりを戻そうとしているそうだ。これは私への報復かもしれない。隊長が私の自宅に火をつけて全てを仕組んだに違いないと。どうなんだろうな。この手の事件にね、警官を突っ込む余裕はないんだけど。さて、エブリデイショッピングセンターの不審人物です。年配の女性がショッピングセンターの真ん中で何者かに話しかけられたらしい。奇妙な服を着た男が私に近づいてきたの。そして紅茶に合う特別なものを選んであげますと言ってきたの。全力で走って逃げたわ。これはね、誤報です。3人はいないんだよな、集計部署。市長がまた予算を削減しやがったと。おかげで官庁5人も解雇しなきゃならなかった。しかも食べ物のことでトラブルが起きている。囚人たちが飯がまずいと文句を言っているんだ。君の部下を官庁として使わせてもらえないか。もし囚人たちが暴動を起こし、そのことが外部に漏れたら彼のキャリアは終埋だ。仕事のやり方なら官庁長が教えてやるから大丈夫。町の安全を守るできっとこの経験が役立つ。あのくそったり市長に迷惑をこぶっているのは君も同じだろう。仲間と思って手の貸してくれないか。3人はいないんだよ今。ちょっと様子を待ちましょう。3人集まるのを待とう。なんとか3人派遣できるような3人派遣してあげたいな。まずは暴行事件からだな。2台の車が接触事故を起こし、ドライバーたちが状況を確認しようと車から降りた。長い航路の背一人のドライバーが鉄製タイヤをつかむと相手の男性の頭に投げつけた。鉄製タイヤ。負傷した男性の運転していた車に向かって走っていた。車には怯えた妻と2人の子供が乗っており、俺が乗り込んでくるのを阻止しようとしていた。なんかこっちの方が危ない事件じゃん。こっちの方は例によって合法でしたね。さて、職権乱用のです。マイケル・ブッテは書状に気づくと家から出てパトカーに近づいてきた。穏やかな身振りで私たちの仕事を尊重してくれるなら帰ってほしいと言った。男を逮捕しよう。ブッテ氏は警官を白眺めすると襲いかかって警官の銃を奪い取った。俺の方がお前より地位が上なんだぞ。分かってるのか。奪い取られる警官も警官だな。テーザー銃でブッテ氏を撃つよ。おいキャプテン、お前なんかクソくらいだ。容疑者を落ち着かせる。銃で撃とう。人身売買か。いやー、警官の数が足りてないな。先に人身売買に行こう。匿名の人物から通報。東ヨーロッパ出身の女性たちがコンテナで港に運ばれている。武装した男に警備されている。女性たちは性奴隷として売り飛ばされる予定だ。いやー、これはかわいそうだな。しょうがない。沼田のブラド、さらにスワットチームを派遣しておきましょう。いや、3人で行けって言ってんだけどな。あ、いや、2人で行けって言ってるだけなんだけど。これで成果がどうなるかですね。州刑務所の方にはちょっと人を派遣できませんでしたね、残念ながら。暴行事件の方ですね。大柄の男たちが路上生活者の腕と足を洗いながら殴打していると女性から通報。なんてことなの。一人がベルトから銃を取り出したホームレスの男の顔に押し付けている。よし、これは人を派遣したいな。戻ってき次第派遣しよう。これはプロクターに、いや、スペインにお反乱なんにしよう。さあ、もう事件はいらないぞ。結構いっぱいいっぱいなんでね。
追加で1人派遣か、まあ、ここはプロクターを派遣して 2-2 の構図作るか、まあ、これが吉と出るか凶と出るかわからないですけどね。売春6秒、これどうなる？いける？いけるね。タクシードライバーは橋の近くで毎晩働いている売春婦たちの文句を言っていた。車を止めさせてドライバーを勧誘するため渋滞を引き起こしている。深夜でこんなことを起きるの？私は敬虔なキリスト教徒だから娼婦たちにはうんざりしているんだとドライバーは叫んだ。いやー、まあ、娼婦は僕は好きか嫌いかで言うと、まあ、大きい声じゃないんですけどね、好きなんですけどね。無理か、もう一人必要なの？いやー、3人で行ってくれって言ってる話じゃないんだけどな。2人で行けって言ってるだけなんだけど、まあ死人とかが出るような話ではないんでいいでしょう。2人派遣する？どうせ2人無理だからね、この時間は。もう事件はさすがにないでしょさあ、これで168日目の勤務が終わります。というわけで、次回は169日目になりますが、続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。